黒羊、黒羊、黒羊は、クルルヤナによる日本の漫画作品。また、それを原作とするアニメ、舞台、実写映画のタイトル、月刊 G ファンタジー、スクウェアエニックス館にて、2006年10月号から連載中。作者にとって、初の長期連載作品である。当初は短期連載作品の予定であり、一巻収録分、話から話、は、 短期連載版2巻収録分5話からが長期連載版だった。2019年時点で全世界でのコミック累計発行部数2800万部を突破。2007年8月10日にドラマ CD が発売。2008年と2010年にはテレビアニメが放送。2009年5月には舞台が上演された。 2014年1月18日に実写映画が公開された。アニメ新シリーズが2014年7月より放映開始した。2017年1月に劇場アニメが公開された。19世紀末期のイギリスを舞台とし、作者はいわゆるパラレルワールド的な世界である胸に言及している。19世紀末期のイギリス、名門貴族ファントムイブ伯爵家には、 知識、教養、料理、武術など、すべて完璧な執事セバスチャン・ミカエリスがいた。まだ12歳の幼くわがままな当主し得るファントムハイブの命令を忠実にこなし、役立たずの使用人たちの失敗もフォローする。実は、ファントムハイブ伯爵家は、代々政府の汚れ仕事を引き受け、英国裏社会の秩序を守る悪の貴族であり、 幼いシエルも女王の番犬として任務に当たっていた。さらにシエルには両親を殺害され、自らも誘拐、慰み者になっていたという悲惨な過去があった。セバスチャンの正体はその際に出会った悪魔であり、シエルは自らの魂を対価に彼と契約し、復讐を果たすために敵の正体を追っていた。ロンドンで娼婦の連続殺人事件が発生。 それもただの殺しではなく肉体は愚か、内臓さえも原型も止めないほどにめちゃくちゃに切り裂かれることから犯人は切り裂きジャックと呼ばれていた。シエルは女王の番犬として協力者のマダムレッドやリュウと共に捜査を始める。シエルは同じく協力者の葬儀やアンダーテイカーから実は事件は知られているよりも以前から起きており、 遺体の共通点として支給が取られていることを聞かされる。そして、セバスチャンの調査の結果、容疑者としてドルイット死爵が上がり、彼の社交パーティーへ怪しまわれないように潜入するため、シエルは助走することになる。インドから帰国した貴族や軍人などの英国人が、身ぐるみを剥がされ、英国への挑戦的な文章が書かれた紙を貼られて、 次々と街中で逆さつりにされる事件が発生する。状況や情勢などから犯人はインド人が疑われるため、シエルとセバスチャンはインド移民が集まる貧民街を訪れた。そこで、シエルらは凄腕の出事アグニを連れたインドの王子ソーマと偉い、右与曲折でソーマはシエルの町屋敷に滞在することとなる。ソーマの目的はある。 重い人の女性を探すことであったが、彼に忠誠を誓っているはずのアグニは影で不穏な動きをしていい。やがて、アグニは悪徳商人のハロールド側について、ソ馬マと敵対し、ロイヤル・ガランと王室御用達をかけてセバスチャンとカレー勝負をすることとなる。イギリス国内で子供たちが行方不明となる事件が次々発生。その現場が、 ノアの箱船という移動サーカス団の巡業先と重なることから、シエルはサーカス団の調査を女王より命令される。そこで調査のため見に行ったサーカスで、成行きからセバスチャンの技能が団員たちの目に留まり、二人は入団テストをパスして、新人団員としてサーカス団に潜入することを決める。さらに、そこでは同じく潜入していた死神ウィリアムと出くわす。 そばかすの少年と同室で慣れない共同生活を始めるシエルだったが、やがて誘拐事件に関わっているのは、ジョーカーラ・カンブラのみと検討をつける。個人出身で、それぞれが身体的障害と超絶的な技能を持つ彼らは善良に見えたが、実は彼らの恩人ケルビン男爵の狂った欲望により、子供たちの誘拐を行っていたのだった。さらにケルビンは、シエルを誘拐した。 クロミサの関係者であったことが明らかとなる。シエルは女王からの依頼でドイツの銀行インジーメンスを主品に屋敷で生産会を開くこととなる。他にもダイヤモンド研磨業社長ウッドリー、造船、海運企業の音蔵師フェルペス、有名な舞台演出家キーン、美貌のオペラ歌手はイリーンといったナダチタル名だたる名士たちに加えてジーメンスが女王の客人でもあることから 彼女の付き人であるチャールズ・グレート・チャールズ・フィップスもやってくる。さらに、シエルは気に入っているという理由で場違いな新人小説家アーサーを招く。そして、生産会が終わった深夜、ジーベンスが何者かに殺害される。シエルはすぐに犯人捜査をセバスチャンに命令するが、その後、何者かに殺害された、セバスチャンの死体が発見され、 シエルの部屋を借りていたフェルペスまでもが死体で発見される。客や使用人たちの中に三人全員を殺せた機械があった者はおらず、部外者による犯行も疑われる中、嵐の中をセバスチャンの伝書袋で呼ばれたという神父、ジェレミー・ラスボーンが訪問し来る。シエルとも顔なじみであるというラスボーンは、その鋭い観察力と推理力で犯人捜査を開始する。 死者を蘇らせる病院の話を知り調査を進める。シエルは彼らが非合法な人体実験を行い、次に赤月学会と称する会合を豪華客船カンパニア号の処女公海で行う情報をつかむ。リジーラ、ミッドフォード家も乗船する予定を思い出したシエルは、セバスチャン、そして新たに使用人となったスネークを伴い乗船を決める。一方で、その船には、 一般人を装った死神、ノックスも乗り込んでおり、不吉な言葉を漏らす。夜、赤月学会の会員を装って、その集会に潜入したシエルラは、そこで、葬儀屋やドルイット施策と出くわす。そして、会長のリアンストーカーにより人体蘇生のデモンストレーションが行われるが、大勢の蘇生した死体は生きた人間を襲い始めた。 一つ一つ倒していくだけではすでに手遅れと判断した。シエルは死体を止める装置があるというイリアンの部屋を目指す。動く死体たちが次々と乗員乗客を襲う大混乱の中、船は氷山に衝突し沈没し始める。名門寄宿学校ウェストン校の生徒ら何名かが一年にわたって姿を見せていない。そのうちの一人でリックが 上皇の縁故であったことから調査を命令されたシエルは、寄宿学校に入学することとる。ウェストン校は、特徴的な4つの寮を持ち、閣寮の最高位の生徒で尊敬を集める4人、監督生、通称 P4 が、不在の校長に代わって、校内秩序を管理していた。さらに他にも料亭など独特な伝統や制度に、守られた特殊な場所であった。シエルは、 両官ミカイリス先生として潜入したセバスチャンと、早速デリックの情報を集めようとする。おかしな話は聞けるものの、生徒たちは常に、校長の決定だからとそれ以上の子は知らず、調査は行き詰まってしまう。校長に会える機会があるのは、真夜中のお茶会という行事を通して、P4 とその両亭だけと知った CL は、P4 に取り入るべく行動を起こす。 シエルは女王よりなぜかドイツでの調査を命令される。それは人狼の目撃報告と目撃したものの不可解な死というものであり、イギリスは全く関係ない。使用人一同を伴い人狼がいるという森近くの村、狼の谷にやってきたシエルらだったが、村人たちは部外者として敵視する。そこに谷の若き領主で、 村人たちからは、緑の魔女とも呼ばれる少女ジークリンでサリバンが、羊ボルフラムを伴って現れ、村人たちの反対を押し切って、シエルらを客人として迎え入れる。ジークリンでの行為で屋敷に、しばらく滞在することとなったシエルは、彼女の警告を無視して、夜中に森の探索を行う。そこで出くわした人道が発する蒸気によって、重篤な状態に陥った、ケツ。 シエルはセバスチャーにすら心を閉ざし部屋に引きこもってしまう。エドワード・ミッド・フォードはかつての尊敬する先輩であり、元 P4 で方向処分を受けたグリーンヒルから謝罪を受けるとともに悩みがあれば解消する手助けをすると言ってスフィア・ミュージック・ホールを紹介される。そこは階級や性別、 年齢の区別なく集まり歌う場所であり、元 P4 の面々も新たな居場所を見つけていた。そこで素晴らしい体験をしたエドワードは今度はリジーを連れて行くが、リジーは嘘をついてまでそこに通い始め、やがて家に帰ってこなくなってしまうのだった。エドワードの頼みと同時期に女王からもスフィアミュージックホールの調査命令が来たため、シエルはセバスチャンとホールへ赴く。 セバスチャンは、占い師ブラバットに悪魔と見抜かれて店から追放され、シエルに対しては、シリウスの星の元にあると占い結果を伝える。その後、舞台には、かつての P4 たちが現れて、歌と踊りで、アイドル、S4 として、客たちを熱狂させ、シエルを驚かせる。一方、セバスチャンは捜査中のアバーラインにデクアし、最近、性別や、規戦の別なく、 外傷のない綺麗な死体が多く見つかっていることを教えられる。その後、ミュージックホールに潜入したセバスチャンはそこで大量の血液サンプルを発見し、事件には輸血という新しい技術が関連していることを知る。また、その際にセバスチャンを襲ってきたリジーを確保するも、彼女はすぐに屋敷を抜け出し、再び行方不明となってしまった。裏の顔を知られていない。 ミュージックホールを力ずくで潰せば問題が大きくなると考えたシエルは、ソーマと元 P4 の両邸たちをアイドル P5 としてプロデュースする2番戦時によ、彼らの悪事を白日のもとに晒す。セバスチャンとシエルは、スフィアミュージックホールを壊滅に追いやるも、主犯と思われるブラバットには逃げられ、理事の行方は依然として知れない。 そしてロンドン市内の町屋敷に帰ってきた二人が見た、ものは、謎の襲撃者に襲われ動揺するソーマと、彼を助けようとして死んだアグニだった。さらに、壁には、フーストールザキャンディーフロムマイタミー、お腹のキャンディ取ったのだあれの文言が刻まれ、それを見たシエルはあり得ないと動揺する。急いで本邸に帰ってきたシエルらを待ち構えていたのは、自分こそ、 本物のシエル・ファントムハイブと名乗る、シエルとウリ二つの少年だった。使用人たちが混乱する中、事情を知る、老出寺の田中は、確かに彼こそが、本物のシエルだと認め、仙台・ヴィンセントの元に生まれた双子の少年たちについて話し、彼らの十歳の誕生日の日に起こった悲劇が明かされる。クルルヤナ、黒出寺、スクウェア・エニックス、G ・ファンタジー・コミックス。 デビュー10周年記念黒羊画展クルルヤナの世界と題して作者クルルヤナのデビュー10周年を記念し発の原画展が開催された。東京をはじめ福岡、大阪も巡回。MBS、TBS 系列10曲を中心に2008年に第1期、2010年に第2期が放送された。2014年7月には新シリーズが 放映開始した。2017年1月に劇場アニメは公開。レディオブラックサイドで紹介しきれなかったメールなどをおまけラジオとして配信する。通称、聖執事と呼ばれている。命名は、クルルヤナ、19世紀、英国、ビクトリア女王の裏の仕事を請け負う悪の貴族ファントムファイブ家の万能執事、セバスチャン。その正体は悪魔。 呪われし運命に立ち向かう、孤高の若き投資シエルとの契約の下、シエルの影となりうら社会の事件を闇で片付けている。ある日、二人は女王の命により、ロンドンで頻発する無差別殺人事件の捜査に乗り出す。一方、魂を回収する仕事を担う死神派遣協会では、回収されない魂の異常発生が問題になっていた。 死神ウィリアムはサボって、ばかりの同僚のグレルに頭を痛めつつ、優等生死神アランとその相棒エリックに調査を命じる。悪魔、死神、富士の病、呪われた過去。事件は、それぞれの運命と絡みながら、悲しい事実を浮き彫りにしていく。そんな中、ドルイット試者が開催する一大オペラ公演の幕が開けようとしていた。死神に、死は、 訪れるのかなぜ魂は回収されないのか悲しく切ない調べと共に黒木事が暗躍する、ノアールファンタジー。原作の人気エピソード、霧先、ジャック編の舞台化。ロンドンで起こった連続猟気殺人事件。犯人は霧先ジャックと呼ばれ、その被害者はすべて娼婦。女王の命令で事件を追うシエルが、ロンドンのタウンハウスに向かうと場ばである。 マダムレッドとその執事、グレルサとクリフが出迎える。女王の憂いを払うため、犯人の特定を急ぐシエル。やがて一人の貴族が容疑者として浮上するが、ストーリー、ストーリーキャストスタッフ。2014年1月18日公開の日本映画。原作者、クルルヤナ承人の下、原作から約130年が経過した2020年のアジア防国で繰り広げられる。 映画完全オリジナルストーリーとなっている。主演の水ヒロは三年ぶりの映画出演で俳優復帰作となった。また、本名名義で本作の共同プロデューサーも務めている。犯罪組織が若い女性を多数さらい監禁する。倉庫内で、その組織を探る一人の少女が構成員に追求される。そこへ現れた彼女の出自は十数名の敵を一人で、 あっさりと殺害して、彼女を救いす。銃で撃たれても全く傷つかない、この男、セバスチャンの正体は、あくまで、彼の主人である、幻八白爵家の若き当主、清春子と断層した少女の塩秋が幼い頃、両親を目の前で殺害されたと聞き、死の際にその魂を喰らうことと引き換えに契約を結びつかえている。映画の舞台となる2020年では、世界は、 西側と東側に分かれ、西側を治める女王は、東側王国の幻八家に命じてこうに、できい様々な事件を処理しており、彼らは当局に、正体不明の女王の番犬として警戒されている。清春は女王の命により、セバスチャンと共に、大使館員が次々に、ミイラ化した、遺体発見されるという怪事件を追いつつ、いつか両親の敵を撃つことを願っている。 警察の捜査資料を手に入れ、裏のルートでミイラ遺体を調べた二人は、被害者が死の前に製薬会社社長、九条新兵主催のドラッグパーティーに出席していた事実をつかむ。清春はおば、若月かえのつてを頼り、メイドの凛とそのパーティーに潜入するが、九条に目的を見抜かれ捕らえられる。清春はその場でドラッグを求める客たちに、 ミイラ化して死に至る毒物、ネクローシスを吸入させ、その下毒剤に群がる様を楽しむ九条の姿を見る。だが九条は殺され、清春たちはその場から逃げ出す。清春たちは、ミイラ事件の目的がこのネクローシスを使って、権力を支配するテロの前哨戦であることを確信する。ミイラ化事件は、世間で悪魔の仕業と恐れられており、予定される大規模な悪魔払いのミサで、 テロが行われる可能性があった。二人は犯人と目される武器商人、篠崎洋三を追う。しかし篠崎が殺害され、スケープゴートに過ぎないことを知った清春は、その資格たちに襲われる。自分を守って、傷を負ったリンをセバスチャンに託した清春は、亀組とミサの会場へ向かう。亀組は突然表返して、清春を脅し、 会場近くで大量のネクローシスを拡散させる次元爆破装置をかける。清春を救いに現れたセバスチャンは、カメグミが球場に不老不死の薬を生産させ、その副産物としてできたネクローシスをテロに利用していることを指摘し、カメグミの執事アカシと対決する。清春はネクローシスのカプセルを一粒割り、カメグミと共に毒に蝕まれるが、 その行動と連携するセバスチャンに、証を倒させることに成功する。逆上した、カメグミは、自分が清春の父の前妻だったが、幻八屋の生業に関連して襲撃され流産し、不妊となったために、後継ぎを求める父が、カメグミと別れ姉、清春の母と結婚したこと、それを恨んで、反日側の犯罪組織による清春の両親殺害を手引きし、 不死の肉体を得て、生き続けることで、清春から幻八夜を奪おうとしていたことを、暴露する。そして、黒幕犯罪組織の正体を知らないと言い,い、清春はショックを受ける。セバスチャンに欺かれさらにネクローシスを服用した、亀組は、急激に見いらかし肉体を消滅させ死ぬ。その後、爆破を防ぎ人々を救うため命がけで装置を、運び出す清春を、 セバスチャンは冷ややかに見つめるが、彼女が自力で装置を解除し、倒れた後、下毒剤を口移しで飲ませて救う。一連の事件を追う警察外事局には、問題のネクローシスが悪魔の正体として届けられ、それを前にした局長は、黒幕組織の文章で手紙を封印する。屋敷に戻った清春は、自分も含めた人間に対する失望を語る。 セバスチャンは眠る彼女にその命が尽きるまで側にいることを誓い、映画は幕を閉じる。2011年5月、水島に主演のオファーがされた。撮影は2013年4月1日から5月14日まで行われた。ロケ地としては、幻八屋の屋敷として、佐賀県の有田ポーセリンパークが使用されたほか、北九州市、山口県など九州、 西日本地域を中心にオールロケで撮影された。日本での風切りは2014年1月18日に、丸の内ルーブル、新宿ピカデリー、新宿ミラノ、東方シネマズ渋谷、東方シネマズ、六本木ヒルズ他全国327スクリーンで公開され、全国映画動員ランキング、工業通信社調べでは初登場4位となり、 公開発集の土日2日間の成績は、動員116,253人、公衆1億4、557万3、100円を記録した。黒羊ファントムゴーストのタイトルで制作。黒羊シネマティックカードコレクションのタイトルで制作。ゲームだけの描き卸ろしカードや、オリジナルボイスも実装された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。